起きちゃう。どうも。起こるんじゃない。あの、この間やっぱり寝ちゃう。大渋滞になっちゃうからさ。さあ、今年最初のお出かけはでーでーん。東大寺です。なーですよ、これ。はい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 。気をつけないかんね。鹿さんには近づいちゃかんよ。何も大丈夫よ。はい、行けよ。はい、初詣ですぞ。初詣はここですぞ。東大寺の隣を歩くあの順調ですね、今日は。まだ鹿さんは出てこんね。鹿さんどころかね。あ、そうなの。鹿のうち踏んどるよ、あの。気をつけて。東大寺入るよ。あの、抱っこだって。さあ、すごい。この東大寺見えますか。東大寺です。父ちゃん、生まれて初めてね、東大寺来た。思ってないね。わかる？このすごさ。父ちゃんの感動具合、わかる？これが東大寺なんです。大仏さんが流れるよ。大仏会いに行く。大仏会いに行く。あ、来た。わあ、すごい。あのもうこう、ここをさ、線香さ、あのもう線香これさ、はいはい、はい、ありがとうございます。立ち止まらないよう、お進みください、ね、立ち止まらないように行こう。うわ、あのちょっとあの一緒に撮る。ほらほら、大仏様でーでー。おめでたい。大きいよね、やっぱ大きい。うわ、そう、ほら、ほら、大仏様、こっち見て、あの大仏様ですよ。おわ、今年1年よろしくお願いします。広目天様すごい強い。あのこの人守ってもらおうかね。そうしよう、あんちゃん。2024年はこの人守ってもらおう。お家最強だわ、この人がおれば。大仏様の裏行くよ。うわ、むちゃくちゃでかいよ、大仏様の裏。すごいね。ね、なんかおめでたい感じするね。奈良すごいね。東大寺すごいわ、びっくりした。父ちゃん、何これ。え、大仏様の背中こんなんだよ。なんてこっちゃ。うわー、神々しいわ。これはなんかすごいとこ来たわ。すごい、この人もすごい怒っとる。あの、めっちゃ怒っとる人おるよ。ねえ、あんちゃん、悪いことすると怒られるよ。気をつけて。あー、綺麗ですな。大仏殿すごいね、あのね。見とるだけで飽きんね、これは。はい、あんちゃん、出口ですよ。あ、出てきました。ね、ゆっくり来てよ。相撲でできた。よかったね。すごいね。じゃあ、今からお散歩しよっか。鹿さん会いに行くよ。あんちゃん、歩けるかな、散歩。今日は調子はどうかな。上がったら出口の方に行きましょう。じゃじゃん、鹿さんです。あげよう、あげていい。いいよ、鹿せんべい見せてください。あー、母ちゃん、鹿せんべい買いました。さあ、行きます。いい匂い。普通に食べれる。あ、来たよ。鹿さん来たよ。危ない。ちょっと待って。危ない。マジで危ない。来た。危ない。こうなるんだって大体。ハヌが危ないな。ハヌもらおうか。いいだい、これ紐取れば。待って、ほら。服食べない、服を。ガチャ襲われてます。痛いって。はい、食べるな、食べる。怖い。逃げろ。鹿さん来た、逃げろ。めっちゃこれな、これ服がだいたいべちゃべちゃ。あ、ちっちゃい子よ。あの子なんやけど。じゃあ鹿せんべいもらいました、母ちゃんに。おいで、食べる。かわいいね、キリかわいいね。食べれるの。あげるよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。かわいい。この子たち謙虚でいいね。この子もあげてないもん。はい。はい、お母さんかな。はい、どうぞ。はい。いい子だね。あの子も欲しがっとる。あの子あげる？ダメだよ。あの子もらってないもん。おいで。はい、どうぞ。だね、あんちゃん、初めての鹿さん、ね、かわいいね。チームいるから手でもあげてみるか、ね、え、これを出すと何、鹿さん来るの。ちらつかせると人気者になれる。人気者になれるって。あそこ、ほら、あそこにもおるよ。ほら、ブルブルしとる、あげこに一人。この子あげよ、この子。あ、こんにちは。食べる。ちょっと上行ってあげる、こっち行ってあげようか。こっちおいで。ちょい。こっちおいで。はい、どうぞ。あ、行儀いいね。思ったより深く噛んできたもん、びっくりしちゃった今。おいしい。おいしいね。お前だね。シャリシャリしとるの。
あのみたいだね、シャリシャリ。もうこっちの？もうあげる？最後。まだある？ここもらう？近いね、顔近いよ。顔近いね。この子おしいな。ってあるはい、どうぞ。はい。おいしいですか？ないね。この子、あでも一人二人おるもんな、ここ。半分こずってあげる。母ちゃんそっちの方あげて。怖いね、ちょっと怖いね。半分しかないから。え、あげる。はい、これでおしまい。お、来た来た。もうないよ、もうないよ。母ちゃん体当たり取り取ってよ。最初の3匹にはちょっとね、噛まれまして。カバンポイント直りました。成長するとアドも鹿になれる。アドシッカシッカ。はい、行くぞ行くぞ。はい、行くよ。おお。行く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 。手向山八幡宮。なんかすごいね、ここ。ね、ここすごい。なんか趣が。見てみる、ワンちゃん。タックならいいって。すごいよ、ここなんかね。すごいの。お餅がいっぱい。これ神様に、あれだよね、そのお供えしてるやつだよね。かわいい。かわいい。これ書いてく？うん。じゃあ、また手合わせてください。はい。でーん。わかった？ご飯ね、食べれるようにするだよ。はい。はい、絵まで来ました。今はね、鹿さんがいっぱい周りにいるので避難中です。ダメじゃん、あんちゃん、鹿さんがおるから今は抱っこなのね。避難、何を気にしとるの。もう鹿さんはいっぱい歩いとる、歩いとる。あんちゃんが守ったので、はい、君たちバイバイだよ。鏡池、池に映っとるちっちゃい神社。すごい。ねえ、綺麗。鹿さんおらんとこは散歩していくぞ。鹿さん出てきたら抱っこだでな。歩け、歩け。オアシスで、シカシスで、シカシス。すごいよ、鹿さんばっか。ねえ、あなたたちいいね。めっちゃガミされてる。あいつなんだ、よそもんか。あいつよそもんか。おい、ちょっと挑戦的なやつが来たぞ。足短くね。君可愛いね。すごいね、柵から出ないんだよ、この子たち。あの犬が。あなた、お花がすごい濡れとるね。健康ってことかな。お花湿っとるね。こんにちはだね。あー、やめてやめて。ねえ、あんちゃん、鹿さんおるからね。バイバイだよ。はい、大仏の手が。ほら、大仏の手がありますよ。じゃあ、こっちで、こっちで。こっちと違う。じゃあ、こっちやって。じゃあ、もうこっちで、こっちの手や。こっち？こうや。あ、でも向いてないじゃん、こっち。ゆるー。全然違うよ、大きさが。負けとるよ、だいぶ。アーノの手見して、アーノの手見してあげて。はい。これ見せ。すごい。じゃじゃーん。ちっちゃいね。何台もくぐりますよ。さあ、この先、これをくぐると、どんな未来が待ち構えているのでしょうか。階段9。むっちゃ一段が高い。よいしょ。あ、父ちゃんの筋肉痛に応えてます。こんにちは。はい。あんま近づい時間よ。ね。誰やおに、お前と思った。すごいいい子だよね、この子なんか。すごい。やってる。何を聞いてんの。あなたに言うか、相手にやない。ありがとね。セント君おった。はい、こんにちは。はいはいはい、セントセントセントのセント君。拒絶しないで。幸福寺、ワンちゃん入れないんだって。残念だね。ねえ、残念。はい、こっちが五重の塔ですよ。すごいね、五重の塔とあのです。さあさあ、お家帰りますよ。すごいね、すごい人だね。奈良公園散歩しまくっとったら、あっという間に日常終わったね。さあ、帰りますよ。ねえ、楽しい初詣だったね。ねえ。ね、
いい年になりますように。はい。バイバイだろ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。今回も動画見てくれてありがとうございます。高評価してくれたら、父ちゃん、来年も東大寺に初詣行こうと思います。父ちゃん、初めての大仏に感動しました。やっぱり写真や動画じゃわからない迫力ってありますよね。皆さん、実物見て感動したものって何ですか？ネットで見て満足して意外と行ってない場所ってありますもんね。また次の動画で。